なきゃいけないの。世の乱れはやがて我らの地まで及ぶ。皆が安心して暮らすには乱れの根本を正さねばならぬ。それだけじゃねえ。官軍に協力すれば朝廷に認めてもらえる。そんで天下に俺たちの名を知らしめる。だろ親父。これは名誉などいらんよ、策。かかる火の粉を払う。それだけだ。感じていた。朝廷の腐敗により政治は乱れ、災害異変により人心は揺れた。先の見えない世に民は苦しみ疲弊していた。そんな中、太平堂の教祖張鶴が民の不安を煽り挙兵、後に言う黄巾の乱を起こす。蒼天を覆い尽くさんとする黄天の雲。危機を感じた朝廷は各地で義勇兵を募った。ここに乱を憂い立った男がいる。江東の虎孫権。彼は家族を引き連れ自ら戦火に飛び込んだ。この乱の果てに平穏な日々が訪れることを願って。何の用だ、トラ。田舎者が、なお。家族を引き連れて者。この地には黄巾党の首領がいるとか。親父、早いとこい。どうしたの、お父様。いや、とすまん、気にするな。敵の大将張鶴ってやつを倒せばいいんだな。俺たちの力もっと見せつけてやろうぜ。さあ、俺と勝負だ。当てましょう。悔しいな。よし。液晶を打ち取ったぞ。
忙しい。大きな奴ら村に手を出しやがったのか。やったな。さすが俺の親父だぜ。助けてくだせえ。黄金の奴らが襲ってきたぞ。この道は通さぬぞ。岩の下敷きになるがよいわ。落石とは厄介だぜ。ありがとうございました。これはお礼です。
どもも、この裁きの炎で灰にせん。その程度の炎でひるむ虎ではないぞ。我を倒して何をなさんとす。お前たちが世を乱したから倒した、それだけのことだ。ただ欲するところをなす、その佐賀までも虎というわけか。だが我を倒したその牙を時代が放っておけるぞ。父上、いかがされました？いや、何でもない。さあ、帰ろう。虎の切なる思いは叶わぬ夢なのか。孫権の尽力により黄巾の乱は収束に向かう。江東の虎の異名は朝廷にも響き渡った。一方で官室の権威は奈落の底へと落ちる。権威の失墜は不穏な空気を呼び、不穏な空気が乱を呼ぶ。やがて領州の地で偏将と関水らによる大規模な反乱が起こる。乱の討伐にあたるは清涼の雄董卓だが、彼は保身に走り兵力の損失を惜しむばかり。困窮した朝廷は旧任地可否にいた孫権に董卓救援の命を下す。孫権は勇む孫策を連れ領州へと向かった。家族や仲間が穏やかに暮らせる世の到来。虎の切なる思いは所詮叶わぬ夢なのか。董卓殿。あかん。承知した。さすがは兄上。孫策殿は
王宅様の日。いや、董卓の言ってることは全部デタラメだ。戦果が上がらねえのも当然だ。策、俺たちで乱を収めてやればいい。そう、そっか。戦線を押し上げよう。本陣を狙う敵を打ち破るのだ。兄上、北の関は私に任せてください。何をしておる。とっとと敵を倒さんか。一気に攻めるぜ。俺たちの名を天下に示すんだ。大悪党など俺には住んだらいいのだ。俺はただ国を脅かす者を倒すのだ。弱音を吐くな。私に続き最後まで戦い抜け。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。兄上、感服いたしました。私も尊敬の男、兄上に続かなければ。飛び込むぞ。敵を強襲し脅かしてやろう。
破り、見事の耳には届かんよ。なんだかわからねえが、やつを放っておいたらまずい気がするぜ。トウタクは乱世にこそ跋扈する悪鬼。世が治まれば手を下さずとも消えゆこう。自滅するまで待ってろっていうのかよ。マジ？いいのかよ。親父
私ならできることがあるだろう。孫権、孫策らの活躍により領州の乱は静まった。後藤の虎の名声は瞬く間に全土に広まった。だが孫権らの働きも虚しく、その後も乱は相次ぐ。そして孫権は再び討伐に駆り出されることとなった。次なる相手は調査で反乱した王政。朝廷は孫権を調査大使に任命した。朝廷家族の高まる期待を前に、孫権は一人首を振る。我が願いは名声や新たな領土にあらず、皆の命を預かる者として、ただ身近な平和を守ること。天下を狙える牙を封じた孫権は淡々と王政討伐に向かった。私は父上の役に立っているのだろうか。どうされました、突然。近頃父上がなぜ強さを隠して戦うのか私には分からぬ。だが兄上のように率直に意見する気概もない。私はただこうして二人を眺めているだけでよいのだろうか。わしにもお二人のことはよくわかりませぬ。このようにご自分の考えをお話しくださらんので。郊外の意見を聞けるのは、聞こうと思うのは賢人様だけ。賢人様のそういうところ悪くないと思うね、郊外。さようですな。敵の数が少なすぎるように。分かった、気をつけよう。この行く。よかった。ああ、孫策様は生命力にあふれていらっしゃる。王政を倒せば親父の名声も上がる。はい、兄。いや、剣純。はい、父上、お役に。頼もしいことだな。さあ若、参りましょう。Oh, oh, 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 oh
ってろよ、オーセン。お前を倒せば調査は俺たちのものだ。ここで力を示せばいらぬ痛みを子供たちに災いをもたらすのよ。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。このままじゃやられちまう。
私の管轄下とする。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。いや防空だ。ここが頑張りどころよ。大丈夫、私たちならできるわ。なんという強さ。敵将撃ち取ったり。素晴らしい勝利。よし、我らも武名を上げるぞ。いや、今回は剣に助けられたぜ。ありがとな。いえ、私は何も。よくやってくれた、剣。ありがとうございます。俺たち家族が揃えば何も怖いもんはねえだろ、親父。ああ、お前たちの成長には目覚ましいものがある。やるじゃねえか。おっと、本当にすごかったぜ。俺も剣に負けねえように兄貴としてしっかりやんねえとな。兄上、もう勘弁してください。剣の先に黙ってな。若き虎。